今回はゴールデンカムイ4期、第46話に対する、リアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。二階堂ちゃん。何してんのよ。内容右手内容。悪い顔しちゃって。はっや。そんなことしてんの。かわいいな二階堂。あったー。正直に出すねー。誰でもわかるんだよなー。そらあんなしらじらしい態度取ればな。完全にただの推理。こいつら何してんだ。仲良しか。何食ってるんだ。一本一円二十銭。買わされてんじゃん。木の枝をかじってるようにしか見えないんですが。一気の白石。こいとまた金取られてんのか。カモにされてんじゃねえか。ボンボンはカモだ。インカラマ、ここでもしっかり商売してる。探し物は何ですか。見つけにくいものですか。イゴクサちゃん。ガード硬い。月島軍曹怖い。月島の探し物は死に場所？インカラマってバカじゃないからな。さすがに気づいてる。なんで洋館？どうやって詰めた？わけのわかんないもんがわけのわからんとこに詰まってるのは銀玉と源外爺さんを思い出させる。優しい目をしちゃん。君は完璧で究極のまっまってこと。物理的に殺せるのかをまず心配する。頭打たれたら普通死ぬよね。ほんとなんで死なないんですかね。板挟みすぎる谷垣。こんな真っ当な悩みや罪悪感を抱えているキャラクターがまだこの漫画にいたんだな。麻痺。出たな家長。家長久しぶり。妊婦の母。カノさん男やしね。そうだった男だった。こんな美女がジジイなんて信じられんわ。カノさんはどんなに姿は真似られても体の構造そのものは得られない。だから憧れなんだな。家長の生まれ持った役割を果たす時が来た。男と女の会話です。家長さん、パッと見まともな人に見えるんだよな。大番組雲海コッパ。おとなしくなったと思ったらやっぱこいつやべえママだわ。ブレないジジイだ。さすがのインカラマも大番食す家長にドン引き。ケンジロちゃん。感動の再会。谷垣来たのか。怒ったねえ怒ったねえ。結構あっさり再会できるのね。スケベが来た。神々。谷垣のキャラ紹介。なんて特徴だよ。これでわかっちゃうの笑う。谷垣だけ作者目線が入りすぎている。長風呂が周知されてんだよな。月島の長風呂くせみんなにバレてんじゃん。月島は一度長風呂で失敗してるからな。もう戻ってきたか。緊迫感。行ったか月島。フェイント。靴脱いでる。裸足で足音を隠した。この回の月島マジでホラゲの異形なんだよな。軍曹がゆっくりお風呂に入れるのはいつなんだろう。臨月近い妊婦をストレスにさらすな。家長。頸動脈にぶっすりは家長にしかできないわな。家長、撃たれたー。腹撃たれたか？月島製。月島の執念。なんか撃ったよね？薬撃たれてもシステマチックに相手制圧できる月島はほんま強い。月島何撃たれたんやろ。突然の家長脱落。家長さんこんな形で退場するのか。正直家長カノがここまで泣かせるキャラクターになるとは思わなかった。マジで家長がこんな綺麗な退場するとは思わなかったんだよな。さらに恋との待ち伏せ。まあ銃声でそうなるわな。恋とくん。恋と将尉と月島軍曹にとっても大きな会である。今までならね。狂信者ではなくなっている恋と。月島がもう目覚めた。そしてまた寝た。2時間経ってねえぞ。頑張りすぎでは月島軍曹。根性だけで撃ってくるの怖すぎるよ。根頭がどう見てもギャグにしか。妊娠9ヶ月で乗馬は。頭は血が出やすい。ここで鉢巻きするところが、いいんだよ。覚悟決めた感じでさ。血の跡が。もう追ってきてるー。2時間目覚めないんじゃなかったの子は。走って追いかけてくるのすげえな。これはもうターミネーターだよ。肉体戦の威力がすごい。月島の復帰能力の高さよ。2時間動けないはずの薬打たれてこの動きは変なんだよ月島。やはり月島軍曹敵になると怖いな。え、打たれたよ。月島軍曹谷垣絶対殺すまん。追跡者月島怖すぎる。月島の執念がやばい。こんな時に破水。生まれる。馬殺して偽装するのか。よかった馬は無事だ。ここで馬に謝っても傷をつけるだけで殺さない源次郎ちゃん。一生懸命な谷垣にした。月島頼むから追ってくるなよ。帰ってきた。淵さんのところまでなんとか来れた。よくたどり着いたな。
稲妻夫婦の赤ちゃんだ。稲妻強盗の赤ちゃん、お座りできるようになったんだね。稲妻夫婦の話し合ってないからあの赤ちゃん誰の？ってなっちゃう。顔踏まれても。踏み方に容赦ねえ。勢いよく踏むわね。へえ、そんな風習？があるの。スピリチュアルだ。一応の理屈はあるのか。そう思うと口すごいな。実質産婦人科やん。不死身自称。お前はまたぎな。フラグ。俺は不死身だ、あなたは不死身じゃありません。そうだよ、あんたは杉本じゃないんだから。もう来てるやん。エンカウント早。月島怖いよー。一等卒じゃないって。ずっとブチ切れてる月島怖いよー。月島はある種の嫉妬もある気がする。恋と醤油。恋ちゃん追いついた。白馬の王子様だ。恋と醤油がかなりまともなことを。恋といいやつだな。月島。月島の目がバッキバキやん。月島のこの凄みよ。はじめちゃんどうしちゃったのよ。月島の目の前で好きな女の人と幸せになるために逃げるなんて地雷原タップダンスだよ。声変わった。ここの恋と醤油好き。恋と醤油の成長が眩しい。カラフトで頼もしくなって。冒頭と同じ人か？くらいの恋と醤油の顔変化。恋と醤油の成長っぷりに泣けてくるね。猛獣と神妖の違いなのかな。江戸外くん。イゴクサちゃん。イゴクサちゃん美人。月島の悲しい闇だよね。月島軍曹。なんて顔だ。はじめちゃん辛いね。月島軍曹の絞り出すような声が辛い。役割分担。この子見てて。ターミネーターから子守に。めっちゃ指示上手なおそまのお母さん。結局敵味方関係なく手伝わされるけん。母は強い殺し合う寸前だったのに全員に命令してる。さっきまで殺し合ってた人にようこんな要求できるな、たくましすぎる。おばちゃんめちゃ手際がいい。刺さりまくってる恋とかわいいな。月島がいきなり可愛くなった。月島さっきまで暴走してたのに、何も言わずこもりしてるの笑う。はじめちゃん、赤子と触れ合って浄化されてくれ。おまじないかい。熊ちゃんコロコロ可愛い。まだおナレーション。やることがなくなった男連中。待つしかない男たち。男にできることはあんまりなくて草。あれ？恋と醤油が抱っこしてる。子供抱えてる恋とみたいな妊婦さん、産婦人科前でよく見る気もする。生まれた。おめでとう。立派な一物だ。男、じゃなくて女。ブヒー、喜び。ブヒーってそのまま言った。見張りが怒られて隠蔽の片棒担がされてる。まあこいつは芝居ていいだろ。こんだけ大騒ぎしてても本当に起きなかったんだな。おそまとの再会。おそま誰よその男を。おそま、心移り。おそまも色を知る際か。ここの首が太すぎる谷垣。頭より首不定。おそまのところちゃんと源次郎ちゃんの首太いの好き。ローリング恋と。例のぐるぐる。鶴見注意は私利私欲を満たすということはないだろうな。ただ、自分自身の野心や目的があるかどうかはわからないんだよな。骨。長谷川さん。関係ありありだよ。こら写真ここで出すな。お前を信じる俺を信じろ。圧倒的日の物だ恋と醤油。もうこの時点で指揮官としての自覚と責任を感じてるんだよな。健康的ではない、ほんとそれ。健康的でないってヤンデレってこと？恋とのも健康的なんですかねあれは。どういうことだ。意味がわかりません。雑こらやめろ。どういうこらだよ。確かに意味はわからない。ここでトンチキなことするのが恋と醤油のバランスが素晴らしいところだと思うよ。よし、もう里に降りてくるんじゃないぞ谷垣。源次郎ちゃん一家はもうフェードアウトして生き残ってくれ。さっきまでメンタルボロボロだった月島が、千里眼を必要ないって言い切るの、月島も前に進めたって感じがする。縁の優しい顔。金カム内で縁ほど見てて安心するキャラはいないよね。過去一ハラハラする回だった。月島の心が揺れ動きまくった回だったな。恋と醤油が月島の支えだな。最初は逆っぽかったのに。もし恋と醤油が来てくれてなかったらと思うと恐ろしいわ。恋とくん光属性だけどお話にも光が差してて好きくそこらはよくわからない。ブヒー提供。夫婦で歌うんかい。これで本当にお別れかスケベまたぎ達者で。もう黄金争奪戦に戻ってくるんじゃねえぞ。あいうえに二度と出てくるなと言われるごくまれなキャラ。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。